ご近所さんの気楽なステージ。コーヒータイムの坂本です。岸岳です。岸みなみです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、まあ、最近は。そうですね、だんだん暖かくなってきたから、うん、今日もかんですか。いや、外歩いてても気持ちいいかなって感じですかね。そうですね。なんか最近天気がおかしいから、うん、春と秋がなくなってきてるじゃないですか。それ言いますね、坂本さんよく、うん、冬終わると急に暑くなって、ね、春と秋なくなる説、うん、なくなってませんよ今心地いいじゃないですか。まあ心地いいけど、はい、すぐ暑くなるじゃない。短いじゃないですか。短くなってるのかもしれないですね、うんうん、だから今結構タバコがすごい悪者になって、はい、全く関係ない人までタバコはダメだみたいな。それと今なんて言うんですか、煙を出さないやつね、アイコスとか、ああいうのも良くないんだとか言い出してるし、はいはいはいね、なんで禁煙のところであれは吸ってはいいんだとか、うん、ね、そういう春どう関係があるんですか、春の季節の話とタバコの話。いやいやいや、全然関係ないんですけど、関係ないんですけど、賛同しますね、賛同はしますよ。急に、はい、なんでこんなんタバコを悪者にするか、それだったらお前車の方を悪者にしろよって言いたくなるような感じ、うん、はいはい、あの排気ガスの方がよっぽど体も悪いと思うんですけどね。本当ですよ、うん、タバコはもう人類と共に歩んできた文化なんで、うん、まあ、もう体に悪影響があるにせよ、うん、大体わかるんですよね、たかが知れてる、うん、想像がつくんですよね、うん、でも例えば原発とか、うんうん、それこそ車のタイヤのすり減ったカスがとか、うん、いうのはわかんないじゃないですか。うん、科学的にこうじゃないかって推測はできても、うん、実証データがあんまり取れてなかったりとか、うん、でもタバコも大体わかるよね。分かってる、ね、はい、うん、それは科学的に実はがんの発がん率がこんだけ高かったとか、実はもっと調べたら低かったとか、いろいろ理由曲折あるでしょうけど、うんうん、でもトータルでこんなもんやなっていうぐらいは、うん、出てるよね、はい、原発だって同じじゃない、あれだってまあそういうもんなのかな、わかんない。あら、あら、わかんないですね。わかんないですね。原発に関しては話がもう難しすぎて、うん、全然わからないですね、うん、まあ心地いい季節になってきたというか、うん、原発のおかげで原発のおかげで、あ、そうなの、電力が安定して供給されて、安定してきてね、うん、久しぶりにマカルームコーナーでも。そうですね、おー、うん、おーって結局自分らやもんね、マカルームコーナーどうぞって言って、ね、こんにちはって言い直すだけやから、うん、まあ、エマルが最近出てないですからね。ああ、そうそう、はい、伝説の一人で30分一人で30分っていう、うん、誰も成し遂げたことのない会を観光して、それ以来一切喋ってない、はい、一切喋ってないですから。ということで、じゃあマカルームコーナー久々に、そうですね、はい、ではどうぞ。はい、始まりました、ご近所さんの暮らしの気楽なステージ早いね、暮らしのステージってことした失礼しました。はい、始まりました、ご近所さんの気楽なステージが始まりました。よろしくお願いします。お相手はマカルームのエマルと朝日と
岸みなみです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はライブが終わってグレープフルーツムーンっていう箱でライブをしたんですけど、三軒茶屋にあるところで、まあ、初めてのところですごい居心地が良くて気持ちが良くて、あ、なんか いい感じだっていう感じでした。でもみーくんはですね、歯がすごく痛くて、もうずっと歯のことばかりをこう思ってしまう、そんな感じでしたね。一人でラジオやったんか。いやでもその大変でね、その、うん、まあ、ほっといた虫歯が化してどんどん歯の根っこまでどんどん海が、ね、草、うん、海が出てきて、うん、でどんどん腫れていって、うん、でまあ高熱も出て、うん、でまあそれ熱上がって37度9分で、うん、もう38度手前目前で、うん、もうフラフラで、でも歯医者行ったけどその薬もすぐ効くわけじゃなく、うん、だ鎮痛剤で収めながら、うん、でもなんかもうフラフラで鎮痛剤がちょっと切れた瞬間激痛になっていくっていう感じだから、もう常に痛み止めをね、痛み止めを飲み続けるから、うん、もうフラフラで、うんうん、ギリギリやった、ギリギリやった、できるんかな、うん、M っていう、うん、向こう側に行きかけた感じや、うん、やっとね歯医者にも行って、うん、なんとかなりましたっていう、まあ、そうそう、今現在もあと2回来たら一応治療は、うん、大丈夫ですよみたいな。そんな報告するもんなアーティストっていうのは分からんけど、歯のあと2回で終わるとか、まあでもよくさ、うん、アーティストとか芸能人よくなんか闘病記のブログやりだしたりするよ、うん、ああまあね、そういう離婚とかね、とか浮気とかね、なんかね乳がんになった芸能人とかね、うんうん、結構多いなと、そういう、うん、自分がこういうことを言うことによって、うん、なんかこうなんていうの、検診に早めに行ったらいい、 PR になったりとか、自分は結構手術とか苦労したけど、うんうん、でも案外その手術も怖いもんじゃないからみたいな感じで、うん、私がその病気の広告塔じゃないと、うん、になっていこうみたいな感じで影響力ある、うん、アーティストとか思って、うん、そういうブログやったりそういう取材も率先的に受けたりするケースがあるから、うん、そういう感じで今日歯医者さんがね、うん、もうブリッジとか無理やから入れ歯しかないって言われた、うん、3本ないから、うん、3本ないこんなん言わなあかんのそこまで言う必要はないよアーティストとはいえ、うん、入れ歯はやど、うん、歯が3本ないっていうのはもう言わんでええ、入れ歯は言いたくないわ知られたくないまだ入れ歯じゃないから、うん、入れ歯かインプラントか、インプラントか、うん、クラウドファンディングですよ、インプラントクラウドファンディング、うん、情けのないアーティストやクラウドファンディングで岸みなみのインプラントお願いします。どうしたら成功したら最後歯をよく見せるのファンディング、ご覧笑顔やから出してくれる人に笑顔、今まで見せたことのない笑顔が見せる、うん、見せれんかった笑顔を、うん、歯型を送ります。ね、まあね、でも最近立て続けに職務質問にあって、ああそれは関係しとると思うよ、うん、表情とかが、うん、そうね、うん、影響しとるんやろ、だから言ったっけ、この前一緒に池袋で、ね、うん、我々3人でちょっと、うん、いろいろブラブラしたり、うん、ちょっと食事した帰り歩いて帰ってたら、あすごいなんかわめき声聞こえるなと思ってはって振り返ったら警察で、お兄さん止まってくださいって言って3人がダッシュで、うん、通りかかわって走ってきた、うん、またかって言って、うん、またですかと、うん、またえこの辺で職員さん会いましたか、私やりましたか、うん、みたいな、うん、いやじゃあ大塚で会ったんやってトラフェスの、うんうん、最悪やと、うん、トラフェスの翌日とか翌日に、うん、にトラフェスで初めて大塚行っていいいい街やなと思って翌日にかわいいね翌日にもう行ったんや、いい古着屋さんとか見つけたから、うん、ちょっと改めてホラミスで忙しかったから改めて大塚に、うん、行こうと思って行って行って入念なさ、うん、職務室で、うん、何してるんですか座ってたよ、うん、でも落語やんか、うん、いや座って座っとんやみたいな、うん、座って何してるんですかみたいな、座って座っとんやみたいな、うん、
もう股間触られてさ、ベルト開けられて、うん、股間もすごいねじくり回されて、うん、何か入ってませんか、ね、それは大丈夫なの？ベルトも外されて、このね、うん、ここには危険なものを入れてる可能性あるんで、うん、言われる。そうそう、うん、でちょっと靴脱いでもらっていいですか？靴底と靴下を触られて、で、あのカバンの中見せます。これなんですか？あの沖縄のガムですって。見たことないガムだ。いや、それは沖縄土産のチューイングガムなんですって言ってね、うん、ちょっといいですかね、うん、ちょっと危ないものがあったらいけないんで、ね、うん、一番柔らかいもんやん、ガムって。そうやね、うん、で全部チューイングガム開けられて、うん、う、全部開けられて、うん、お土産なのに。そう、それもあるけど優しい声ね、マルも。そうそう、土産なのに。そうそう、せっかくもらったのに、うん、そう、そんなことがあったんやと、いうことを池袋で言ったの、うん、あ、そうですかみたいな。大塚で、でもね、まあ、なんか引退前の警察官と、うん、30代、うん、まあ半ばぐらいでバリバリの警察官と、うん、大学生みたいな女性警察、うん、まあ、そのクソ女のなんか研修がてらみたいな、いかにも怪しそうな人に、うん、とりあえずで大丈夫そうな人に声かけてみようっていうやつだったかもしれんけど、逆に本物に出会うとちょっとややこしいから、そうそう、ちょっと練習で、そうそう、何でもないバージョンやってみるかみたいな、白バージョン、そうそう、うん、まあ、例えばパッと見ちょっと派手なバンドマンとか、ここにもタイマー持ってたりするから、うんうん、まあ、本当に持ってたら、まあ、まあ、田中のボタムチみたいなもんで、そうそう、うん、言うかもしれんけど、割と、うん、割とそん大塚のパラフェスよりかは短かったから、うん、だからパラフェスちゃうけどパラフェスにガサ入ったみたいな言い方パラフェス一斉謙虚じゃないからパラフェスよりかはやっぱり短くて、うんうん、まあ、割と結果的に言うとそれぐらいで、うん、一応カバンも見られたけど、うん、でまあ、身分証ないですかみたいな、うん、まあ、診察券とかでもいいんで、うん、でまあなんか診察券とかにして、うん、で、まあ、ちょっとパトカーに多分調べに行って、うん、多分なんか確認して、そっからすぐ会社で、うん、なんかもうね、でもね、こんなね、僕は最近大阪から東京に、うん、引っ越してきたもんだからね、うん、大阪で職務質問されたことなんか一回もないよって言っとったね、うん、うん、本当は一回西大で逃亡犯と間違えたことあるけど、まあ、それは逆に町が特殊やから、そう、それが特殊やから、ね、うん、その一回だけやけど、うんうん、逃亡犯が一番多い町やから仕方ない、そうそう、しょうがないから、うん、まあでも結構大きなニュースになってたけど、その時逃亡犯すぐあの捕まって、大阪で実際、大阪の、あ、それあれ、何だっけ、何、すっごい有名なやつやろ、そうそう、うん、あの逃げ続けて本を出したよね、うん、うん、あの全国の交番の前に顔の絵とか写真があるような人やね、うんうん、それはミークと思われた、で、まあ、西成に潜伏しとったっていう、そうそう、西成に本当に潜伏しとって、あ、で、ナンバ屋とかもよく行ってたらしい、潜伏中、で僕もナンバ屋とかうろつろしてるし、うん、だから惜しいとこまでやっぱりね、警察ってすごいよね、さすがやね、うん、で僕年齢も近い、うん、多分背丈も多分近いと思うよ、うん、あの細身でその人も、うん、そのと間違われたことは一回あるけど、うん、それはもう特殊なケースやから、うん、ちょっと間違えとってみたいなことはないよね、うん、東京来て、来てに、まずか数ヶ月で、そうそう、だから今月2回やってさ、うんうん、早いね、ペースが、うん、だからそれをもう訴えて、もうどうしたらいいんやと、うん、僕この通り、ご覧の通り何もないし、うん、悪いこともこれからもしないと、うん、で、ご覧の通りもう善良な市民やと、この保険証切れてるけど、それはしょうがないと、うん、お金がないと、うん、で、だからどうしたらいいんやと、うん、で、こんなにいろいろ人歩いてて、もう池袋やからさ、うん、いっぱい歩いてる、うん、で、なんで僕なんやと、うん、この前しかり、うん、どうしたらいいと、うん、どうしたら平和アピールできますか、うん、いや、それはもう、あの、一応あのランダムにやってるんで、うん、みたいな、なんとなく長年の勘で、うん、外れとるやないかい、
ちょっと怒ったよ、ちょっと 酒も入っとったからさ、うん、見当違いじゃないですか、ね、うん、例えばその引退前のが、うん、いやそりゃそうなんですよ、あの100人声かけてもう100人ほぼ100人はもうみんないい人です、すごくいい人です、いやそれは違うと、100人声かけたら、うん、まあ、多分いい人ではないと、うんうん、みんないい人ですみたいな、じゃあ警察すごい人しなきゃいいじゃないですか、うん、どうしたらその声かけられないこの歩いてる人たちになれるんですか、うん、何の時間なんですか、定年間近の警察とバリバリの警察官と新米のクソ女と、そうだから、いや僕から見たら怪しい人、うん、今も見せたらなんか、うん、タイマーで持ってるじゃないですかこう、うん、単なるなんか酔っ払いというか、うん、まあちょっと変な人に声かけてしまったのは、うん、声かけてしまったんやろうなっていう感じになって、そうやね、うん、白かと思ったらやや黒くるグレーの、うん、グレーや、うん、職務質問受けるとさ、うん、ちょっと落ち込むじゃないけどさ、なんかそういう状態なんかなとか思う、なんかもう、うん、じめっとしたもう見られ方されとんかなみたいな、うん、だって学も最近あったやろ、あったね、渋谷やってね、うん、渋谷でさ、うん、3人で歩きよったら額だけ職務質問されたんやんか、うんうん、あれまさにさマカルームがアルバム発売してさ、うん、各店舗周りかな、店舗周り行くっていう、まさに人前に出るアーティストとしてさ表に立つ人間としての晴れ舞台というかさ、うん、俺は人前でみんなにこう見られるんだっていう、それを一番感じる日にさ、うん、職務質問会うってもうこれダメだってそう思うよ、ね、売れん売れんこのアルバムって思うというかさ、うん、関係あるんかないか分からんけどさ、うん、こんなそうそう職務質問会うような人が、うん、ステージで歌うと踊るんかいみたいな感じがさ、そうそうそう、なんかしかもさ、うん、その前にもちょっと、まあ、数ヶ月前にも、うん、それがっつり職務質問あったことあるんやけどさ、うん、その、まあ、スミジュンに会った日があって、うんうんうん、まあ、スミジュンって音楽友達の元、うん、同級生の、うん、まあ、スミジュンってさこう性格的にすっごい褒める人なんよ、で楽とかをもうめちゃくちゃ才能があってみたいな、もう楽は天才で、もう僕はもう楽にはとても追いつかないみたいな感じのこと、めちゃくちゃもうあることないこと、うん、口先さんずんの人なんよ、うん、っていう、まあ性格なんやけどさ、まあでも、まあ、結構本心なんかなとか半分ぐらいは本当なんかなとか、まあよく分からんやんか、一回警察にがっつりさ、うん、職務質問されて、まさにそういうガムの中まで見られてみたいな、うんうん、お前この辺危ないですからねとか言いながらさ、うん、思いっきりマリファナを探しとるなっていう、こいつはマリファナを探しとるぞっていう、うん、狂気とかね、うん、あるかもしれないですからって言いながらガムの中見るってさ、うん、がっつりされて池袋の前で大勢の人が見る、なんか、うん、こんなとこで恥ずかしいじゃないですかみたいな、うん、こと警察って恥ずかしいですか、じゃあちょっと違うところに行きますかみたいな言われて、腹立つわ、いや全然ここで行きましょうみたいな感じで、うん、池袋の前でやって、うん、っていうのががっつりあって、うん、でなんかもうこういう見た目なんかなみたいな、なんか今ヒゲも生えっぱやし、うん、なんか汚らしい見た目なんかなとか思って、うん、で次の日たまたま炭順に会った日にさ待ち合わせしとって、炭、うん、順に会った瞬間さ、炭順が「おまたアーティストらしくなってオーラが出てきたね」ってやかましやと思って、うん、もう口先やなみたいな、うん、でこれをなんか汚らしい、なんかそういう暗いジメッとした見た目をアーティストっぽいって変換してくれたんやな、うん、まあそれこそアーティストっぽいやつは、うん、職務質問にしようぜっていうのがあるんかもね、うん、あーなんかそういう一個ポイントあるんかもね、うんうん、まあこういうミュージシャンのマリファナ率みたいな結構高いやろし、ね、うん、高いからさ、うん、サラリーマン100人職務質問するより、
アーティストっぽい人100人に職務質問した方が、うん、タイマー見つかる確率は高いやろ、ね、だって知り合いのミュージシャンって全員マリファナ経験者やもんね。そうやね、ほぼ全員やねやったことないミュージシャン探すのが難しいぐらいじゃない、うん、いやでもなんでそんなにマリファナ探しに、えタイマー吸ってるもん今そんなに躍起になるのかなって思ったんよ。ハッピーになった、うん、だってもっと重要な事件っていっぱいあるの。その通りマリファナやとんがそうなんよ。だからさ、さ警察24時って大抵マリファナ探しのさ、見つかった、うん、見つかってないでしょ。それでも見つかってさ、うん、どんだけ地域がそれで治安が良くなるんって感じがしちゃう、うん、と捕まえたるってやる気でさ、うん、善良な市民が傷ついたね。そうよ、たくさん、うん、っていうのはなんかちょっとかわいそう。マリファナ吸うだけの善良なミュージシャンが、うん、ね、うん、ただの平和主義者がね、うん、で平和主義者を罰するだけかい。ダサいミュージシャンが来た。ダサい、ダサいブルースマンが俺。ブルースマン来た、ね。だからやっぱりさ、なんて、なんつって平和な罰するだけかい。平和主義者を罰するだけかい。その街中で通りまたゴールや。ダサマの清志郎が来たな。イモンライブに行きたい。イモン刑務所。そうダサ。構成しよう。思うよね。いやだからそうなんよ。善良な市民よね。だから善良な市民を何やっとんやっていうのを思わせるために、うん、手を両手を大げさに上げとったらいいっていうのを聞いてこの。ああはいはい。だからもうさ、うん。警察が拳銃を突きつけとるぐらいの感じで、うん、その時両手上げた、うん、下ろしてください下ろしてくださいもうすぐ終わるんだよみたいな、向こう結構言ってくれて、へ、うん、いやでもそんな大げさなみたいな、もう下ろしていいですよ、へ、いやもうあの終わるまでもう、うん、あの両手上げてるんで、ね、もう大丈夫ですみたいな、うん、手上げ続けて、うん、それで割と短くなったんかな、プロフェスよりは、プロフェスよりかは、うん、プロフェス一斉検挙の時よりは、そうそう、へ、そうポラフェスの警察はもうなんか、うん、もうなんちゃうの、いやそれこそその池袋の時みたいな、うんうん、だってまたぐらまで行くような感じだもんね、そんな危ないもんなんかないですよ、うん、え危ないもんって何ですかみたいな、うん、うわ腹立つわ、それお前が言うたやろと思いながら、ポラ系腹立つわ、ポラ系ね、うん、結構効果意外とあるんやね、そうね、立ちログというか、そうそう、これはまた大塚でポラポリス、ポラポリにポラポリ、うん、名前が変わってんきよねえ、マトリフェスの時にさ大塚大塚大塚のね、うん、ダメ絶対フェス、タイマパレード、タイマパレードやっぱりなんかね、そのやっぱり危害加える人の方をなんとか取り締まってほしいけどね、うん、でもまあそれは警察も怖いんやろ、やっぱり嫌やん刺されたら、うん、やけみんなさ、まあ、ちょっとずつ安全な手で気楽に、うん、あのマリファナで捕まえてって点数稼いでいくみたいな、うん、感じやろうね、そういう感じ、検挙率で、うん、だって私渋谷の街歩いとる時にすごい通りすがりの男の人に肩パンされた、すごい痛かった、そういう人を、何それなんか楽しく笑って歩いとったら、うん、どこって言った、渋谷、あ渋谷は新宿はなんか有名らしいね、そういう、そうなん、うん、女の人にどんどんわざとぶつかったりする男の人、ぶつかるっていうか動きで殴られた方、うん、どっち痛かったっす、うん、うん、だからパッて振り返ったら後ろの女の人にバンって殴りよった、うん、怖い、そう有名な人がいるってこと、そういう一人なのか分からんけど名物おじさんみたいな、そう、ちょっと話題になった、それはもう
まあだからある人はそれずっと動画に撮っとってアップしたりとか、それを警察に渡したりとか、なんか、うん、でもなんか全然対処してくれんとかいう、うん、うん、怖いかった、怖いかった、怖いね、そうね、うん、そういう感じでさ、うん、まあ結局、結局じゃない、結構結構ね、結果的にその警察官はいい人やったね、うん、いい人やったけど、うん、プラフェスの怒りがあるからこっちは、うん、なんかそれもぶつけてしまったよ、うん、プラプラに対しての怒りが、うん、その時に、うん、あんたら警察はいつもそうかみたいな感じのことを優しい警察に言ってしまったっていうのが、うん、ちょっと後々ちょっと後悔なんやけど、うん、その警察はいやもう十分善良な方っていうのは分かったんで、うん、まあ、あの次はね、あのもしすれ違ったりしたら、うん、まあ、挨拶ぐらいするかもしれないです、こう手振ったりするかもしれないんで、うん、まあ、次会ったら南さんだなっていう感じでこっちも手振るんで会釈してくれたら嬉しいですみたいな感じで言ってくれる、うん、もう、うん、そういう気分よくちょっとなんか即質すいませんねっていう感じでやってくれたらいいけど、うん、だから結局それこうこっちのポラポラの怒りもあるからさ、うん、最後まで嫌な人やったの、それが後悔。ああ、なるほどね、うん、まあポラポラさんへの怒りが重なってしまって、そうそうそう、だからポラポラが全部悪いな、悪いね、うん、うん、でまあポラフェスとかもあってね、うん、終わりましてちょっとまあ結構何でもない話が続きましたけど、そんな感じで歯の痛みと、警察の人の話のことポラポラ、ね、ポラポラ違う、ポラポラさんの、ポラポラさんではない、ポラポラさんは善良な、2職務質問を受けた善良な人です、うん、まあ、ポラポラさんで職務質問、善良かどうかっていう話じゃないけどね、うん、もう混乱して言いますけれど、そうそう、キュールトロボ、違う違う、オーラトロやで、はい、なので今日はこんなところでおしまいですけれど、また次回のことを楽しみに毎日お過ごしください。じゃあ、最後までよろしくお願いしました。え何やそれお願いしましたもうはい、お相手はマカルブエマルと朝日と桐島由美でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またの機会に、またの機会にお過ごしください。お過ごしください。お過ごしください。